はい、どうも、沖縄の鈴木でございます。さて、ですね、まずはこのチャンネルの登録者数、本日やっと1600名いきました。はい、ありがとうございます。さて、そしてマインクラフトの方もですね、まあリクエストにお答えして新ワールドでやり直していこうと思います。というわけでね、ワールド作り直して、あ、そうそう、なんかチェストもね、クリスマス仕様なんだよね。まあとにかく、というわけでワールドを新しく作り直して、なんかね、こういう場所からスタートしていこうと思います。さあ、行きます。はい、というわけで、まあチェストの中身からチェックだね。はい、まあこんなもんか。これなんか一括で取る方法ってなかったっけ、なんか忘れてる。まあいいや。で、所持品の確認の実績解除。はい、やってた。さて、まずちょっとこの辺り、木の下になんか洞窟あるわ。木の収集から入りましょう。実績解除、木を手に入れる。あ、今回はちょっと実績解除も頑張ってやっていきたいな。さて、それから、まあ、ガンガン行こう。ガン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 木を手に入れます。でだ、ここ、なんか、向こう側、海なんだよね。さて、どうしよう。まあ、もしここが島だった時のことを考えて、一応木の苗か、ゲットしとこう。さ、こっちも洞窟かい。なんだろう。後で探索します。あ、羊が向こうにいた。よし。とりあえず、ハサミ作ったりして、まあ、ベッドを作ること。それ第一優先に行きましょうか。じゃあ、そうだな。さっきの洞窟ちょっと潜ってね。潜って、鉄と、なんだ、石炭。それを手に入れてこよう。だ。石炭、ないね。じゃあ木炭作ろう。で、じゃあ先に、よいしょ。作業台。作業台作っての、ふう。はい、実績解除、土台作り。この辺りどっか。それから、だ。木炭。あ、畑どうしよっかな。まあ、食べ物、リンゴが7個あって、パンも1個あるから、まあいいか。で、羊は、何頭いたんだろう。まあいいや。木炭、木炭、木炭、木炭。間違い。かまど作んなきゃ。先にかまど、かまど。ちょっと、じゃあ、この下あたりから。はい。あ、向こうと繋がってるのね。よし、じゃあ、このあたりに石をもらって。ただ、ねえ、木のつるはしだとあんまり効率よくないな。どんどん石のつるはしも作りたいっす。まあ、早いとこ鉄のつるはしに移行したい。さて、はい、よし、できるな、かまど。よいしょ。なんか最近ね、マウスの調子が悪くて、でもなんか、ちょっと微妙に、マウスの動きがおかしいっす。まあいいか。よし、それでだ。まあ、ちょっと焼いてる間にまたちょっと、周り、木の苗が落ちていない、落ちてた。はい、こういうのを集めつつ、落ち着いたらまたこの辺りに木を植えて、植林をして、木材を増やすと。で、畑も、なるべく早いうちに作る。はい、木炭ができたんで、じゃあそろそろ地下の方に行こっかね。松明、松明、松明。
松明は、おい、そういえば松明の作り方動画、未だに見られてる率が多くて、はい、あれなんですけど、あれ本当にね、マインクラフトや始めたばかりの頃に作った動画なんで、もう今は分かってます。はい、もうこれだけマインクラフトの動画をやった後なのに、こんなこと分かんないのってコメントがつくんだけど、始めたばっかりの時は分かんなかったっすよ、マジで。うん、っていうかキーの操作方法すら分からなくて、真下に穴掘って動けなくなるっていうことしかやらなかったんだけど、まあいいや。さーて、石炭、鉄発見。どうしよう。ちょっと鶴橋、石の鶴橋作りに行くわ。鉄の方が先に見つかっちゃった。石炭欲しいんだけど。鉄、石の鶴橋は1個作れる。から、作っちゃいましょう。実績解除、アップグレード。で、木炭もいっぱいあるから、もうちょい、タイマー作っとこう。あ、いざ採掘の、あれも取ったか。まあ、こんなもんでいいか。よし、45本。この木がちょっと邪魔ですな。後でなんとかしよう。さて、さっきの木だ。木じゃねえや。鉄。いただきます。1個しかなかった。で、奥の方にもあったんで、これももらいに行こう。これで合計4つ。結構下があるな。あ、石炭ある。向こうから回り込もう。石炭。あれ？もうちょい下だっけ？当たった。よし。お、あるある。うん。自分的にね、マインクラフト、一番最初に必要なのは、やっぱ、自分的には石炭です。木炭があるじゃないかってよく言われるけれども、やっぱ、石炭があるとなしては、効率違うし、外真っ暗だし、よし、とりあえず作れるもの作って、この中をちょっと掘りながら、朝まで時間潰しましょう。いた。あいて。やべえ。今日外真っ暗だし。さっきの石炭もらっとく。いない。撃たれた。逃げる。どうしよう。じゃあ、ちょっと、この入り口あたりを整備しておきます。まっすぐに下に降りれるように階段作っていくか。よし、鶴橋。鉄も作っちゃって、石のやつも作って、まあ、下まで無事に降りていけるような階段。穴。あ、鉄また発見。よし、これでハサミ作れるね。出た。はい。朝です。よっしゃ、これだけ鉄溜まったから、ハサミ作ろう。ハサミ。鉄を燃やしての、結構いらないものっていうか、今は特に必要のないものいっぱいあるな。チェストも作って整理しないとまずいかな。まあいいや。よし。さあ、ハサミできた。とりあえずこのハサミを持ってですね、行ってまいります。羊から羊毛もらいに。確かこっちの方にいたと思うんだよな。さっき1匹チラッと見えたんだよね。いた。あ、2匹いる。2匹かな ?2 匹。あ、3匹。いた。3匹。よし、ベッド作れる。あ、4匹いる。よし。いただきます。よし。3匹。4匹。こんだけかな？上にいるのは豚。特に今んとこ用はないっす。
さあ帰ろう。ここ本当に大陸の端っこって感じ。いや向こう側はちゃんと繋がってるだか。これが島だったらどうしよう。まあいいんだけど、はい、まあ、とりあえずゆくゆくはこの辺り中心にもうちょっと、いやここまあもうちょい発展させていきましょう。どうしようかな、どういう風に発展させていこうかな。まあとりあえずベッドを作っての、あこれなんかベッド2つぐらい作れそうだ、2つ作れるねこれ。 OK よしで、チェスト作ってと。ちょっと荷物整理ですな。クリスマス仕様のチェストス。OK。では、どこ、こっちでいいか。二つつなげると緑になる。OK。じゃあ、荷物を整理してですね。とりあえず今回はこんなところかな。ちょっとまたね、時間外とかを使って、もう少し整備して、いろいろ素材集めができるようにしていきたいと思います。てだ、そうだね。というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにします。また、マインクラフトシリーズ再スタートということで、今度はどういうことをやっていこうか考え中でございますけれども、お楽しみに。チャンネル登録者数も1600超えたということで、次の1700、2000目指して頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で、それではまた。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は画面の右上、こちらにですねチャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動するとこのように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければ、ぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。